シリーズの2回目、報道されない福島環境創造センター、グランドオープンで明かされた実証実験というちょっとわけのわからないタイトルなんですけれども、福島の放射能汚染廃棄物処理のについては、今3つの拠点があります。1、中間貯蔵施設、2、飯舘村わらび平、3、環境創造センターと、この3つなんですね。で、順にこの3つについて説明していきます。中間貯蔵施設とはなんですが、この目の前に広がるこのフレコンバッグ、除染廃棄物ですね。この除染廃棄物、このフレコンバッグにして、東京ドーム18個分になると最終的に言われています。容量にして2200万立方メートルにもなるという膨大な、このフレコンバッグなんですけれども、これを一箇所に集めて30年以内に県外に処分するという条件のもと、この中間貯蔵施設というものに置かせてくださいと、施設を作らせてくださいということを国が福島県知事に要請をしまして、でこの条件のもとに県知事が分かりましたと、苦渋の決断で受け入れましょうということになったわけです。で、除染廃棄物というのは2種類に分かれて入っておりまして、土壌ですね、土、それから草木に分かれて入っております。で、草木の方は可燃物として仮設焼却炉の中で原則すべて燃やすということになっています。で、この燃やす時に体積が減りますけれども、その当然放射能は、ね、減りませんので、肺の方になった時には、放射能が非常に濃縮されているわけですね。非常に濃度が高いものなんです。で、土は土としてそのまま中間貯蔵施設の方に貯蔵されることになります。で、土と肺を貯蔵するものなんですね。じゃあ30年後にこれを県外に処分するということは本当にできるんでしょうか。できるわけないですよね。で、そういうことは国も百も承知なわけです。じゃあどうするのかと言いますと、除染土とこの焼却灰をリサイクルして土木資材として使ってしまおうということを考えたわけですね。で、この中間貯蔵施設の中に一旦集めて、この中で処理を施して、その土木資材として使えるようにして、このような港湾整備とかですね、それから道路の、路盤材として使ってしまおうということに、したわけです。で、今そうは言っても放射能が入ったままでは使えないですよね。今ですね、現行の法律では100ベクレル、1キログラムあたり100ベクレルの基準というのはクリアランスレベルといいまして、これは原発事故前からあったんですが、100ベクレルを超えたものについては厳重にドラム缶の中に保管して、厳重管理するということになっていました。今はもうこれは食品の基準になってしまったんですけれども、これをですので100ベクレルを超えたら放射性廃棄物として厳重に管理しなければならない、ただし100ベクレルを下回ったらクリアランスといって、その管理を必要としなくなるレベルとして、リサイクルも許されるということになっていたわけなんですね。で、それを今回は8000ベクレルにまで引き上げてしまおうということが計画されているわけです。で、これは環境省の話によりますと、これはクリアランスレベルではなくって、その管理をしながら土木資材として使う、限定的に使うので大丈夫です、安全にできますっていうことを言ってるんですけれども、果たしてその何十年何百年も管理がし続けられるんでしょうかと。100ベクレル、安全な100ベクレルにまで放射能が自然減衰するまでには、少なくとも何百年とかかかるわけですね。で、そういった長期間管理ができるはずもないということで、
まあ、私たちは反対しているところです。この100ベクレル、キログラムあたり100ベクレルというのがリサイクルとして、まあ、使っても許される基準ということになっているんですけれども、これを8000ベクレルに引き上げてしまおう、緩めてしまおうということが計画されています。ただしですね、8000ベクレルに引き上げたとしても実際の濃度というのは、焼却灰はですね、実は10万ベクレルを超えるものを収めるということになっています。で、10万ベクレルを下回るものについては、既存の一般ごみの処分場、ないしは産業廃棄物の処分場として通常使われているところに安全に埋められるということにしてしまったわけですね。ですので10万ベクレルを超える焼却灰、これは上限はないので100万ベクレルかもしれない、もしかしたら500万ベクレルかも、それ以上かもしれないわけです。で、もう一つの除染土壌については、もう少し濃度が低いだろうと、数千ベクレルから数十万ベクレルのものが大体中心を占めるだろうというふうに考えられます。もうそれ以上のものももちろんあると思いますし、それ以下のものもあると思いますが、だいたいこのぐらいのものが大半だろうと見られます。ですので、8000ベクレルを基準にしたとしても大半のものは使えなくなってしまうわけですね。じゃあどうするのかということで考えられているのが、この熱処理などということなんですね。で、いくつか その放射能の低減化処理というのを施しましょうということが計画されています。10万ベクレルの基準というのはちょっと混同しやすいんですけれども、10万ベクレル以下のものについては埋め立てる時に埋め立てる時の基準として、新たに設けられた原発事故の後設けられた基準なんですが、埋め立て、処分場の中に一般ごみとそれから産廃として通常使われている埋め立て処分場の中に10万ベクレルまでは安全に埋め立てられることができるということで決めてしまったんですね。なぜかというと、その通常の埋め立て処分場というのは管理型処分場といいまして、管理をして、そのモニタリングをして、ずっと安全性を保って、保つことができると、そういう前提で、10万ベクレルまで入れていいだろうということに しちゃったわけです。それで、今回は10万ベクレルを超えるものにつき、中間貯蔵施設の方に集めて、それを、土木資材としてリサイクルしてしまおうと、そういった、計画になっています。で、これが中間貯蔵施設の見取り図なんですけれども、1兆1000億円という非常に巨額の資産が見積もられています。で、これが福島第一原発事故の、事故のあった福島第一原子力発電所ですね、1号機から4号機がここにあります。これに比べて広大なこの敷地を潰して中間貯蔵施設を今作ろうとしています。で、ここのラインからこっちが双葉町、ここからこっちが、大熊町というふうになっています。で、この中で、濃度別にこのように除染の貯蔵施設を作ってですね、で、ここに原用化施設とあるんですけれども、これは焼却炉のことなんですね。で、可燃物はどんどんここで焼却をしながら、除染の土壌と焼却灰を混ぜ合わせて、土木資材を作るということをやっていこうということなんです。ですので、これは中間貯蔵ではなく、巨大国営リサイクル工場というのが、その正体であるというふうに考えています。で、2番目にご紹介した飯舘村の蕨平というところでは、これの実証事業が1月より、今年の1月から開始されています。で、これがその施設なんですね。で、この矢印のこの建物がその実証事業、資材化というんですけれども、その土木資材に処理するというか、
というのを、まあ、リサイクルすることを資材化と言っていますけれども、それをここでやっています。で、ここの方、これはあの焼却炉なんですけれども、この焼却炉ですね、これちょっと余談になってしまうんですが、これ1月から稼働しているものの、ほとんど使われないまま置かれた状態になっています。なぜかというと、ここの前処理施設というところでですね、不具合が起きてほとんど作動しないので、なんか手でその分別したりということをしてたんですが、ほとんどもう拉致が開かないということで、結局全部の作り替えることになりました。そのために5月から5ヶ月間止まっていたんですね。で、このまあ10月あたりから再開されたと思われますけれども、まあ、ほとんど、まあ、今1年近くほとんど使われない状態になっています。で、そういったことも、まあ、全く報道されてないんですね。福島の中でも全く報道されていません。で、3つ目にご紹介したこの環境創造センターで、今回はこの非公開の部分をちょっと見ていきたいと思います。その中でもこの研究棟という、この中で行われていることっていうのを見てきました。で、この研究棟の中は、この日本原子力研究開発機構 JAEA、文書をやっている機関ですね、国の原子力の研究所なんですけれども、そこと国立環境研究所という、これも国の研究所ですね、この2つが入っています。で、廃棄物に関する調査研究というようなことを、まあ、いろいろ研究しているわけなんですけれども、まあ、ここの写真にありますように、放射能に汚染されたゴミは、まあ、原則焼却が、まあ、中心に、調査が研究が進められているようです。実際に見てきて驚いたんですけれども、中にこのようなそのセメントキルンというものがですね、いつの間にか設置をされていました。で、熱処理ですね、熱により土壌からセシウムを揮発させて分離し、バグフィルターで吸着させ回収するって書いてあるんですね。で、セシウム、放射性セシウムっていうのは670度で気化するんです。ですので、熱をどん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 かけてやると、セシウムがどんどん蒸発、気化していきますので、その分その濃度が低まるわけですね。で、そういったものをセメントにして加工して使ってしまうというものなんです。で、こういったものが置かれているってことは、地元の住民の方々にも全く知らされていませんでした。ですので非常に驚きました。で、さらに驚いたのが、その隣にこの説明パネルが書かれていたんですけれども、ちょっと見にくいかと思うんですけれども、土壌と焼却灰を、まあ、投入するわけですね。先ほどのこれがそのセメントキルンです。ここの赤い部分の中で1300度以上で熱にかけるわけですけれども、で、ここにエコセメント技術っていうふうに書いてあるんですね。東京三多摩地区のゴミを、やはり焼却灰をこのエコセメントというものにしておりまして、周辺住民の方に非常に健康被害が出ていると言われておりますけれども、その技術を応用するということになっています。で、その熱にかけてセシウムを低減したものについては、このようにセメントとか骨材というもので使ってしまえるというわけですね。で、気化したセシウムを煙突の中に、煙突の手前でそのフィルターに吸着させて、濃縮したものがこの副産物というものになって、で、さらに吸着剤というものでそのセシウムをこし取るわけですね。どん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 と濃縮していくわけです。そうすると、最終的にはこのようにですね、超濃縮物1ギガベクレルというですね、ちょっと聞き慣れない単位なんですけれども、これ10億ベクレルなんですね。で、最終的にはこのような超高濃度になってしまうということが書かれています。で、あるいはこの吸着剤、別の吸着剤にこし取ったものが 4.3GBq、43億ベクレというような非常に高いものになると。で、これはあくまでも濃度ですから、総量ではないんですね。少量にするとまたこれが何桁も濃度というか高くなるわけです。
非常に恐ろしい、濃縮物になるわけですね。で最終的にここに最終廃棄体、300立方メートルオーダーっていうふうに書かれているんですけれども、最初にご説明したのはフレコンバッグですね、東京ドーム18個分、2200万リューベルでした。でそれが最終的にはこのような形で利用して濃縮した最後には100リューベルになってしまうということなんです。ただしここまで原料化した時の濃度というのはもう近寄れないぐらいの恐ろしい濃度になってしまうということなんですね。で、今の環境省の有識者会議の中でこういったことがまあ議論されているんですが、その中で出てきた、委員の方からの意見にこういうものがありました。この超濃縮物の宣言として使える、最終廃棄体として捨てちゃうのはもったいないので、宣言、放射線を照射する大元になるものですね、だから研究材料として使ってしまおうっていうようなことを言った方がいるんです。非常に驚きですね。でその検討会の中ではですね、こういった意見が出されているんです。世界初のナショナルプロジェクトで夢のある仕事だから、若い人にどんどん従事させようと、そうすれば年寄りも戻ってくる。でこういったその浄化物ですね、セメント骨材というものは国全体で分担しなければならない。そのためには社会的需要性の向上ということが図られなければならない。そのために啓発活動が必要となってくるということなんですね。非常に驚きなんですけれども、あなたはどう思いますかということを問いかけたいと思います。